やらすごく緊張していらっしゃるようで。すごいね。すでにほのかに顔色が赤いけども。あ、本当ですか。ほてってるのか、ほてってるのか、ほてってらっしゃるのか。若いので血色がいいみたいな。若いので血色がいい。聞きましたお客さん。おや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 、本当に聞くところによると大学出たてだそうです。大学出たて、おととい出たてだそうです。なるほど。はい、Y 高卒や、 Y は高卒、うん、Y 中卒や、ね、高卒やがな。それ言うたらわし中卒言わなあかんみたいな空気になってますやん。いや、さあこれをまとめてください。はい、ありがとうございます。言ってたよ、マモちゃんがもう育てようとしてて更新を。いや、もう本当にもういつもアドバイスを勉強になって、うん、本当もういつも心改まる気持ちで臨ませてもらってますよ。本当にありがとうございます、この場をお借りして。てかいつも言ってますけど本当ありがとうございます。ちょいちょい上からを感じる。いや、だから上からじゃない、本当にだからもう、うん、じゃあもう次のコーナー行きましょう。行こう、次のコーナーね。オッケーオッケーオッケー、はい。さてアニメジャパンでは公開録音にちなんでですね、うん、このコーナーを、お届けしていきたいと思います。うんうんうん、上村翔、お前何様だ。何様だお前、全部お前やないか。賞つけちゃうの。すいません、カンヌとか。あ、すいません、ああいう感じ。はい、はい、この上村賞はですね、どういうコーナー。はい、番組 MC 私上村優斗を主人公とした小説のあらすじを考えて送ってもらうコーナーとなっておりまして、毎回紹介した中から芥川賞ならぬ上村賞。そこと並べんの。このせっかくのこの物語で紡がれていくその3人のこの微妙なこの距離感の大事な関係性っていうのがバレちゃうので、上村くんはちょっと文語のストレイドックスに詳しくないと思うので、ぜひオンエア見てください。僕完全に今日ゲストさんみたいな。オンエア楽しみにしててください。はい、すごい面白い作品になって、はい、そうですよね。そうなんです。あ、言えないことがいっぱいある。第一期の時と全く違う世界観の中でお話が進んでいったような感じがしたので、うん、そうだね。あ、なんかすごい知ってる人みたい。そうなんです。すごいなんかシリアス、すごいシリアスなんですよ。はい、高6なんです。うん、なんと贅沢な、本当に ね。いやー、ありがとうございます。人選ミスじゃないよね、この二人は。高6でこの二人、まあ人選ミスでしょうね。上村君一人に対して、いや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 、この二人は大丈夫なんでしょうか。いや、もう激して、いや、初ゲストでこんな強力なお二人が来ていただいて、まあ強力でしょう。強力ですね。ちょっとあれでしょ、癖が強すぎるんじゃないかなっていうね。もうちょっとあったんじゃないかと。はい、もう本当に僕は頼もしいですよ。もうよろしくお願いします。本当今日はじゃあヘロヘロな上村君が見れるかもしれないね。そうですね。でも確かに初ゲストでこの二人で、うん、ここに細谷がいたところで、ところでね、あいつに何ができるのかと。もう上村君がもうやばいことになっちゃう。事務所の後輩に対しての。そうですかね。うん、そうです。いかがわしい妄想。ちょっと待ってください、本当に。もう僕ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。本当にちょっと待ってくださいよ。待ってくださいよ。いや、そんなつもりはない。反省しなさい。はい、うん、そんなつもりもないんですけどね、うん、本当に、はい、謝んなさい、すみれちゃんに。まずすみれちゃん、本当ごめんね。そんなつもりなかった、本当ごめん、申し訳ない。違う、本当にね、もうこれがひまわりだよ、本当に。これがひまわり。おい。何を勝手なこと言ってんだよ。これが上村優斗だよ、だよ。何一緒くたにしてんだよ。お前みたいな奴はいない。他にお前みたいな奴はいないよ。そうですか。もう本当に体温が上昇してダメですもん。これが今みたいよじゃないよ。あんまりないんですけど、うん、何ですかね、こう好きな食べ物とかだとずっと食べられるみたいな、うん、ないですかね。そうだよね、劇中でもね、はい、あのクレープ、ね、はいはいはい、別腹とか言ってね、はい、かわいいなと思ったけど、やっぱそう、別腹ですか。別腹ですね。甘いものはもう別腹です。はい、そっか、はい、そうなんだ。何が好き、特に好きなものは。特に好きなものはアイスが好きですね。アイス、なんかご飯食べた後とかもお腹いっぱいでもアイス食べます。そうだよね、はい、暑いですし最近。そうなんだよね、はい、本当夏のアイスってなんであんな美味しいんだろうね。美味しいですよね。
幸せです。ね、はい、幸せだよね。そうなんだ。そっかそっか。じゃあちょっとね、この後もし時間あったら、はい、アイス食べますか。あ、食べたいです。はい。アイス食べたい。食べましょうか。はい、ちょうどお昼過ぎなんで、ね、はい、今ね。どうしましょうか。はい。はい。ありがとうございます。はい、さて、1話から12話のアニメ放送は終了しましたが、アニメ文豪ストレイドクスを少し振り返っていきたいと思います。はい、